毎日イシガチャ第4レース、今日はあなたの心にいつまでもアストンマーちゃん。育成シナリオのテイストが他の馬娘と違ってるキャラで、彼女自身の今にも消えてしまいそうなウィスパーボイスも相まって胸が締め付けられるシナリオですね。そんなアストンマーちゃんは短距離の逃げもしくは先行型、どっちの脚質が向いてるのかまだわからんので、今回はとりあえず逃げでの育成をしました。でサポートカードは、はい、こちら久しぶりのスピード賢さ育成、短距離の大先輩こと桜爆心を見習っての爆心育成でございます。スピードもほぼカンストまで伸びまして、これなら誰にも忘れられない走りを見せてくれることは間違いなし。で因子も忘れられないものであってほしいんですけれども、そこははてさてどうなるでしょうか。早速見ていきましょう。いや、それにしても12月に入って一気に寒くなりましたね。空気も冷たく乾燥してきて、おかげで喉がちょっとかゆいです。噛んだ。後で喉飴舐めとこうかな。さあ評価 UG6 悪くないでしょう、むしろいい。さあどうでしょう、忘れられない因子にならなさそうです。まずい、このままでは消え入りそうな因子だ。忘れられない因子を頼む。忘れられない因子だ。まあちゃん、これはもう忘れられない因子確定ですよ。最高かよ。はい、それではまた明日。ずっとずっとずっと思い、夢はずっと叶うから。